やっぱり甲子園はね、本当に出れるなら絶対出て経験してほしいなって思うところですよね、やっぱりね。浦田君、甲子園出た感想、ちょっと一人ずつ言ってください。そうですね。やっぱり、まあ、ちっちゃい頃から憧れてた場所でもあったので、やっぱりあそこでこう野球をできるっていう、あんだけのお客さんの前で野球ができるっていう、で、ここまで練習してきたのを、なんかこう、全力で出せる場所っていうか、すごいこう、今でもやっぱ、一試合一試合こう鮮明に覚えてるんで、それぐらい印象に残る場所だなって思うので、もう出れる、ね、チャンスっていうのを全力で掴みに行ってほしいなってすごい思います。まあ仮に、じゃあまあ出れなかったね、まあ予選で負けてしまったとかっていう選手たちにどういう声かけてあげたいですか？そうですね。予選で負けても、そうですね。どういう声をかけたら、かけるっていうことですかね。甲子園ね、もちろん出れはい。たらそらいいんだけど、ああ。まあ、出れないかったはい。選手たちもいる中でね、まあ、はい。そういう選手たちに向けてはまあ、どういうふうに言ってあげたいかなと。そうですね。でも、やっぱり、まあ、こう、すごい印象に残って、すごい、こう、やってて目指して、すごいいい場所だなとは、まあ、やっぱり思いますけど、まあ、そこに、こう、目指して、こう、全力で、何かにこう、まあ、野球に対してこう一生懸命全力で取り組むっていうところがやっぱりこう社会に出てもそういう姿勢っていうのが僕は、まあ、実際社会人になって働いててもすごい大事だなって感じてるんで、まあ、やっぱりそういう、ね、出たからとか出れなかったからとかじゃなくてこう野球に対して全力で取り組んだっていうことを、まあ、今仕事とかそういうことに向けて取り組んでいければ、まあこう何も差はないっていうか、甲子園に出たからすごいとか、そういうのないとは思うんで、はい。そういありがうとう。感じで思いますね。はい。柴田、どうですか？そうですね、まあ、甲子園、というか、まあ、日本一をこう目指して、ここ3年間、もう練習してきたことが非常に、今に生きていると言いますか、その時の3年間がものすごく財産になってまして、まあ、今仕事をしている上でもそうですし、何事も、まあ、しんどいこともありますけど、あの3年間を乗り越えたっていう自信がですね、今こう人生歩んできている中で、非常に糧になっているのかなっていうふうに、今感じております。なので、まあ、甲子園こう目指すだけでもですね、すごい自分の人生の財産になると思うんで、まあ、今頑張っている学生たちは甲子園だけじゃなくてこう野球というものを非常に楽しんでもらえたら一番いいのかなというふうに思います。はい。ありがとう。後藤。甲子園っていうのは、高校球児の、まあ、憧れの場所だし、やっぱり、なんていうんですかね、力以上のものが出る場所でしたね。だから100%ではなくて120%出るところであって、で、やっぱ今もその営業をしてて、なんていうんですかね、甲子園の経験があるからこそ、今の営業につながってるんちゃうかなと思って。で、まあ営業スキルとしても、甲子園っていう引き出し使って、営業させてもらってます。ね、本当、いろんなところでね、この経験が生きると思いますし、まあ何よりも高島先生のもとでね、まあもちろん甲子園目指してやったんですけど、まあその上でやっぱりこう、甲子園に出ることも、まあもちろん叶えられたかもわかんないですけど、それ以上のこともね、やっぱりみんな、経験できたと思うし、本当にね、まあこれ毎回言うんですけど、まあ先生には本当に、智弁の OB も全員がですね、本当にもう感謝の気持ちというか、まあ先生がいたから今があるのかなと
というふうな思いはね、みんなあると思いますので、まあ本当に先生も、まだ75歳ですし、まだこれから。76です。今、まあね、私、こう、スクールっていうか、まあ中学生のね、野球やってる子たちに、まあ野球だけじゃダメだよっていうことで、まあ先生にもお手伝いいただきながら今やってるんですけど、また浦田とか柴田とか後藤も含めて、またちょっと子供たちに何かこうアドバイスとかいろいろしてもらえたらなと思ってますので、その時はまたよろしくお願いいたします。はい、お願いします。ではね、まだまだ話したいですけど、これでもう先生に本当にもう1時間半ぐらい付き合いしていただいてますので、みんなで先生にお礼を言ってこれで終わりたいなと思いますので、はい、各自お礼を言ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。待ってください。ありがとうございます。はい。あの予感をちゃんと見てます。一郎じゃないけど、ちゃんとやれよ。先生、ありがとうございました。はい、どうも。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。みんなありがとう。はい。じゃあ、失礼します。ありがとうございました。ありがとうございました。橋本良平と申します。2007年に阪神タイガースの方に入団させていただきました。あの一本でプロが決まったんちゃうかなと思って、ね、帝京戦はもう上場一人でやられたなと思って何でもないボールあれ取っとったら8対4で終わったんですよね。試合になるとこんだけ頼りになる仲間はいないなと思いながら野球やってましたね。